1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。爆心地近くで被爆した坪井直さんは、原爆の恐ろしさを語り継ぎ、命の大切さを訴え続けています。坪井さんは大学に通っていた20歳の時、爆心地から1キロほど離れたところで被爆しました。音が早かった私は、シューいね、それからピカッと光るね。だからね、やっぱりね、空気を切る音だと思うんだよな。来た思うから立ってくれたんだね。手がここへ来るまでにね、もうピカッと、ね、銀色、白と金、銀、銀で、あの後にですよ、紫やら なるんですよ、黄色じゃない。あの瞬間はね、シャッターやな、ね、カメラの、あれの応援だもん、見えるはず全部光るじゃない。それで飛ばされて、これが等圧力だ、すごいね。ズボンもね、膝頭から上、下は、みんな2本ともバーンと出ない。心から血がデーッと出る。黒くげの手を通して3本の指から血がポトリポトリポトリ出るわけ。坪井さんはかろうじて生き残りましたが、周囲は地獄絵図と化しました。どこを見てもやられたんだみんなな。もう乾いたり目は飛び込んでるんですよ。というのは痛いからよー死んでね、死なそれ死体の皮ができた言われてる。もう水をちょうだいとか、あるいはね、それこそ顔か頭かなんか分からんですよ。手やなんかあっても、反対に手がないのもおる、足がないのもおる。突き刺さって棒切れが抜いた腸が出てる。それを指でこう押さえ、そうやって鏡ながら逃げる。ああここも死んでる、ああここも死んでる。物と一緒だ、ね、やられてる、破壊されてるしだけ、人間と見えんのもん。そうなった目の前で多くの人が亡くなり、助かっても薬や病院はなく、坪井さんも死を覚悟しました。しかし一人の男性のおかげで生きることができました。もうダメですよ、よし私が何とかしようってね、自分のシャツ脱いだんじゃ、もう私かぶせて、よし行こう言ってからね、あなたの名前を教えてくれ、ね、元気になったらお礼が言いたい。ダメだ、さらなるとどうでもいい、お前が早く元気になって敵を一人でも二人でも殺せ、それがお礼になるんだ。その時にはね、もしかしたら私はほら生きるんかな、運があるんかな、いうのに生きるような話になった。終戦後、坪井さんは教師として教壇に立ち、子どもたちに原爆の恐ろしさを教えました。また日本原水爆被害者団体協議会の代表委員として、世界の核保有国に行き反核を訴えました。核兵器をなくして、戦争もなくして、で人類を平和な地球にせねえかんというのが私の一本の筋だから。世界ではまだ戦争が絶えず、尊い命が失われています。坪井さんは被爆体験を通じて世界の人々に命の大切さを訴えています。人の命こそ大事であるのがガツーンとある、あるが、その人というのは日本人を言うんじゃない、ね、ヨーロッパ人もアジア人もアフリカ人もね、アメリカ人もみんな一緒、誰も彼も一番大事なのは命。まあ昔で言えば地球より重いと言うでしょう。ただ原爆はいけん、落としちゃいかん言うんじゃいかん、落とすのを落とさせんようにせねえかんとか、なくせねえかん、戦争にならんようなことを人間の知恵で考えていけばいいと、こういうのが私。